サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑栽培アドバイザーの高木です。今日は9月から種まきをする大きい大根をね、作る栽培を紹介をしていきたいと思います。大根の栽培時期大きく分けると大体3回ぐらいあります。まずこの時期ですね、大きな大根が作れます。そして10月以降、少し寒くなってから栽培する、いわゆる長さの短い短茎と言われているね、大根があります。それと実は3月にね、種まきをする大根もあります。初夏にね、収穫ができて、これサラダなんかにね、よく使われる大根なんかは春にね、種まきをするということが行われています。とは言ってもやっぱり大根の本命は冬場おでんや鍋物にね、欠かせない大きな大根、これがやっぱり大根の一番美味しい食べ方というか旬と言われる時期だと思います。で今日はそのね、旬と言われる大根が一番美味しい段階で収穫ができるように9月の種まきをする大根についていくつかね、ご紹介、お世話についてもお話をさせていただきたいと思います。大きい大根選ぶポイント4つほどあります。まずはね、品種選びですね。最近いろいろな種類の大根がね、出ています。とは言ってもね、一番のおすすめこれですよね、青首大根、煮物にしたら最高の大根です。今日はこれをね、種まきを実践をしていきたいと思います。日本の全体の生産量、まあ、8割9割はもうこの青首大根が作られているというふうに思っていただいていいと思います。少しね、大型の大根でも変わった大根を作りたいという方、聖護院大根をご紹介しましょう。これです。株の親分みたいな、直径10センチ、12センチになるぐらいの大きな大根が作れます。続いてもう一つ、昔よく三浦大根などと呼ばれたこともあります。これ今はおふくろという品種でね、販売されています。はい、続いてね、最近の新しい品種いくつかご紹介しましょう。はい、方針大根ね、大根っていうのは普通白いものですよね。これは方針、芯が赤い、こういう大根です。京紫と言いますね。これはもう外見紫色、まるでパッと見さつまいもみたいな感じもしなくはありません。もしホームセンターのとへ行って種をね、探す機会がありましたら、ぜひ大根のところ、これ以外にもね、たくさんあります。ぜひね、探して自分なりに面白いなっていうものを楽しんでいただきたいなと思います。あと先ほど栽培時期が9月10月って言いましたけども、10月以降植える有名な品種、三太郎ってやつがありますね。白い大根と赤大根っていうのもありますので、こちらも10月以降ね、少し寒くなってからの時期の大根栽培楽しんでいただけるといいと思います。栽培の難易度っていうのは基本的に変わりません。植え方も全く一緒です。続いてポイント2つ目、巻き時です。ずっと9月って言ってきました。この大きい大根を作るのにはやはり9月の前半にはね、きっちりと種まきをしておいていただかないと大きい立派な大根は作れません。9月の初め、遅くとも第2週ぐらい、15日前までにはぜひ種まき終わらせていただきたいなと思います。続いてポイント3つ目、なるべくまっすぐな大根作りたいですよね。曲がってしまった大根、まあこれもまあ味があっていいかもしれません。ただやっぱりまっすぐ座ったもの、こういった大根をね、作りたいと思いますよね。ポイントとしては、大根は意外と肥料なしでね、十分育てることが可能です。肥料入れすぎたりすると曲がってしまったり、二股になってしまったりするようなね、ものが発生してくるということが言われていますので、肥料については入れなくてもいいぐらいつもりでやっていただくのがいいと思います。それと水の与えすぎ、これもね、曲がってしまう、あるいは二股になってしまう、いわゆる奇形な大根ができてしまう要因になりますので、水の与えすぎにもね、注意が必要になります。極力ね、適量というのを守っていただければと思っています。水を求めて、あるいは肥料を求めて根っこって伸びていくものなんですね。あっちにも肥料、こっちにも肥料、こっちにも水、こっちにも水ってなっちゃうと、大根がどん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 形を変えていってしまうということになります。ぜひそこら辺のポイント守っていただければと思います。
続いてポイント4つ目、害虫対策。先ほど肥料についても話をしましたけども、肥料多くても害虫がやってきますよ。肥料は適量にしていただきたいと思います。合わせて害虫対策としてきっちりとね、防虫ネットをかけて害虫対策をしたいところなんですが、土の中から出てきてしまう害虫、これが意外と多いんです。夏の間に雑草に植え付けられた害虫の卵、雑草除去をねきちっとせずに畝を耕した時に雑草が植え付けられた卵とともに土の中に吸い込まれてしまう。そうすると土の中で害虫の卵が孵化して害虫幼虫がね出てきて葉っぱが食害されてるなんてことがよくあります。防虫ネットをかけたから安心というわけではありません。土の中から出てきちゃう害虫たくさんいます。よく見ていただいて害虫対応していただきたいと思います。害虫を見つけたらね即捕殺ですよ。ほっとかない、捕まえてすぐ捕殺すると心がけていただきたいと思います。もう一つ害虫対策、間引きをねあんまり急がないということも一つのポイントになります。やっぱりですね、本葉が5枚6枚なって少しずつ様子を見ながら間引きをしていくということが大事なポイントになります。間引きをせずにねそのまま3本4本育ってきてしまう。そうすると大きな立派な大根はできません。3センチ4センチぐらいの大根が3本まとまってあるいは4本まとまって終わりというふうになりますので、一穴に1本まで間引きをしていっていただきたいと思います。大根の害虫っていうのはまあたくさんいます。ネキリムシなんかもそうですよね。当然アブラムシ、これも好んで大根に発生します。大根の葉の裏側、アブラムシが好んで増殖する場所になります。必ず葉っぱの裏よく見てね対策をしていただきたいと思います。早速種まきに移りたいと思います。それではね早速種をね、まいていきましょう。大根の畝作りについてはね、別の動画がありますので、そちらをね参考にしていただけると、いいと思います。ちなみに今日1平米あたり牛糞が4リッター、鶏糞が 50cc、 油かす 200cc ほどね入れて耕してあります。それと畝作りで長い大きい大根作りたいですよね。大変ですけども30センチ以上はね深く掘っていただいて、土をね柔らかくしてうまく下の方に伸びていくようにしていただければと思います。大根はやっぱり11月12月までかかる野菜なんで、黒マルチを敷いていただいて、栽培する、これの方がきっと地温もね保たれますし成長もね促せると思いますので、黒マルチを敷いて栽培をしていただきたいと思います。種をまきます。マルチカッターですね、これで穴を開けます。2畳植えをする予定にしてます。株間だいたい30センチ、移植後でこれがだいたいね30センチです。ここに一つ開けたら次だいたいこれ目安にすればいいし、次こっから向こう、これも同じように縦横30センチ、種をまいていただきたいと思います。ではやります。でここから30センチ、で次はここから30センチですから、ここにこちらの方向も同じです。移植ごての長さ30センチ、これを目安にすれば次の植え付け穴開けることができますので、移植ごてを十分活用していただければいいと思います。穴が開きました。そうしましたらここで注意点あります。マルチカッターで上から叩いてますので土が沈んでます。マルチの面とほぼつら位置していただきたいと思います。ですからこの場合はもう足らないですから、周囲の土を少し削って入れてあげてください。同じぐらいなるまで土を足していただきたいと思います。種を置きます。種を触るときには必ず素手で触るということを心がけていただきたいと思います。グローブをつけては、あるいは軍手をつけて種をいじることは、このちっちゃな種とても難しい作業になります。ここに種4粒入れます。土の色と種の色が判別できるようにね着色されている種ですね。これね一穴に4つ置いてください。そしてここからがポイントです。一般的にはもう指先でトン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 と押していってしまうことが多いですよね。私はより確実に種をね、入れるために割り箸です。1センチのところに印がしてあります。種を1センチまで沈めたいわけですから、この印まで種を上からこのようにきっちりと入れることで深さ1センチにね置くことができます。もう一度入れます。こちらでやります。
種を割り箸を使って深さ1センチに落とし込む。あとはあえてこの穴に土をかける必要などありません。この上に土をかぶせる必要はありません。グローブしていただいて、この手のひらなぜてあげてください。で、なぜた後必ずここで一押し鎮圧、グッと押していただきたいと思います。このようになぜていただいて、これでもうほぼ埋まりますから、これで最後に一押し、グッと種まきの完了です。そしてここに水をやります。水をやるときの注意ポイント、今植えた面ですね、その土のところにはなるべくかからないようにするのがコツです。このマルチ面に垂らして流し込むイメージですね。このように直接土の上にはかけない、マルチの上にかけてマルチの上から染み込む程度、これで十分です。これ以上のことはほぼ必要はありません。水やりをしました。そうしましたら害虫対策、防虫ネットをかけてください。まだまだ暑い日が続くなと思ったら、ここの上に不織布をね1枚かけておいていただくのも乾燥をね防ぐ対策としてはいいと思います。基本的には防虫ネットをかけていただくことで害虫対策になると思います。ぜひ忘れずに防虫ネットかけていただきたいと思います。今回は9月にまく大きな大根の種まき、そしてお世話についてお話をさせていただきました。冬場にはね美味しい大根たくさん皆さん食べていただきたいと思います。大根はね、大きなトラブルなければそんなに難しくない野菜だと思います。大きな大根作って楽しんでいただきたいと思います。この動画役に立ったという方、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。それではまた。